循環形式は多楽章曲中の2つ以上の楽章で共通の主題、旋律、あるいはその他の主題的要素を登場させることにより、楽曲全体の統一を図る手法である。ブラームスの公共曲第3番のように共通主題が楽曲の始めと終わりに出現する場合や、ベルリオーズの幻想公共曲のように楽曲中のあらゆるパッセージで、 共通主題が姿形を変えながら出現する場合などがある。この手法は音楽自然般を通じて随所で確認することができる。単線律下の有名な一部分が低線律として楽曲の各章に組み込まれるルネサンス期の循環ミサは多楽章形式にこの統一原理を用いた初期の例である。17世紀の器楽曲にも現れ、 例えば、シャイトの舞踏組曲では、各楽章において一つの基礎低音が繰り返し、登場する。各楽章の長さが十分に短く、楽曲全体が、各楽章の複合物というよりむしろ単一体として、捉えられる場合、循環形式と変装曲形式の境界は、不明瞭となる。主として、この用語は19世紀以降に用いられた。特に有名な例に、ベルリオーズの、 幻想公共曲、リストの膨大な作品群、サン・サンスの公共曲第3番、フランクの公共曲に単調などがある。19世紀末までに循環形式は非常に一般的な構造原理となったが、その最も大きな理由に多学章曲の長さと複雑さの肥大化が単なる各学章の調整関係よりも、 楽曲全体の統一手段を強く必要としたことが挙げられる。非常に単純な断片的旋律を多用したベートーベンの音楽のように類似性が不鮮明な場合において循環形式は議論の対象になりやすい。ベートーベンの破綻超公共局の第三楽章に出現する三連符が循環形式の一例であるかどうかに関する議論は肯定派と否定派の両方に 多数の支持者を呼んでいる。前述の幻想公共局の場合は、共通の主題が特定の人物を表しており、このような場合にベルリオーズは、イデーフィクスと呼んだ。これがワーグナに至って、ライトモティーフへと発展する。現代日本でも、音声を、主とする媒体で頻繁に応用される。NHK ラジオ第一放送の、ラジオ深夜便では、 冒頭の伸びやかな主題が違う放送内容を挟むことに一定の変装を加えており、聴取者に夜間6時間弱という長時間放送を意識させている。また、商業音楽でいうクレジットもこれの応用である。ありがとうございます。